はい、皆さんこんにちは。今回も久しぶりに集まれ動物の森やっていきたいと思います。まあ久しぶりって言ってもね、動画にするのは久しぶりで、まあ結構毎日やってるんですね、実は。で、今回は新しくまた住人がリチャード君を住んでもらうようにしたい。ミスして二人ほどなんか余計な人を住まわせてしまったしな。リチャード君呼んでるから、おちょっと待って、売り出し機と思ってるから。リチャード君、ハムジ君はな、来てくれたからな。どこにしよっかな。この辺行けるかな。あ、無理か。この辺真後ろ。お、行けるな。決めちゃう。まあ最悪区画整理をすればいいんだけど、整理高いんだよな、お金が。一回家移動させようかと思ったら5万かかるって言われたから、無理って思った。5万は無理やわ。住んじゃいないよ、ならないかな。聞いてきて。言ってくれ。売り出し中の、やった、危ねえ。やったー。やったー。リチャード君の次誰にしよっかな。猫のタマちゃんかサッチちゃんか。あ、ゆきみちゃんも誘わなあかんな。っていうか 3DS 版の住人全員呼ぶ予定なんだよな。あのミスってこう来てしまった人は悪いけど追い出さなあかん。この住人もミスってきちゃったんだよな。しかもなんかでっかいゴリラ女みたいなのも来たしな。うおー、マジか。弥生時代か。なかなか痺れるメンバーが来てるな。これは痺れるな。はにょって。うさぎキャラは嫌いじゃないけどな。ビネガーくんは今超一押しだしな。あ、餌がある。じゃあちょっと残り4つで釣りしに行こう。お金ほっとこう。で、後でだ。なんか桟橋で釣りをするといつもとは違う魚が釣れるらしい。で、実際確かにいつもと違う魚釣れてたしな。タイとかも釣れたし。これイカかな。大きさ的にはイカっぽい。実はもう、お、イシダイ。おお、しかし釣ったことがある。これはちっちゃいな。なんだろう、あの毒のやるやつ。あ、アジか。アジは大好きです。アジの刺身とかアジ飯とか、
あ、これはもう絶対鈴木や。魚影が出た、でかい時絶対鈴木だもの。鈴木かヒラメどっちか。お、あ、やっぱり鈴木だ。あ、マジか、釣り竿壊れた。あ、またあった。最近釣りばっかりやってたからな。アサリ拾っちゃ釣りして、巻き餌作って、この桟橋で釣り。また絶対スズキかヒラメや。カレイじゃないんだよ。なんか桟橋で釣るとなんかカジキとかマグロが釣れるみたいなの見たんだけど、ね、あ、やっぱりスズキだ。そして、あ、いつも海岸を回ってアサリ掘りで、あとは流れてきたものを回収して売る。これ結構バカになんないんだよね。でアサリの潮吹きがないかどうかを確認する。ないな。おお、いっぱい。あった。ミスった。砂場はね、そのままにしてても勝手に埋まるからな。あの魚気になる。ちっちゃいけど。チョウチョウウオ。あ、アジか。いつも味っぽいな。あ、と近い。あ、大丈夫か。ダメ。桟橋だったらタツノオトシゴとかクマノミも釣れる。あ、やっぱり味か。豆粒商店まだ開いてないからな。ちょっと砂場を巡回しようか。しかしリチャード君、3日目にしてやっと来てくれることになって相当嬉しいわ。ハムジ君はな、すんなり来てくれたんだけどな。俺の大好きな 3DS 版からのおなじみのハムジ君。ハムジ君絶対寝てるやろ。やっぱり 3DS 版のな、俺の町に住んでたハムジ君はめちゃくちゃ夜更かしさんやったからな。回収回収。何？ヤドカリか。ゲッチュー。あ、なんか新キャラが来とる。あれ、なんか最近フレンドだ、フレンドがみんなあいつのアイコンにしてるんだけど、あいつは何者だ。あ、ダメだ。よし、赤いドラゴンみたいなキャラが何なんだ。お、タイだ。めでたい。やった。あの新キャラは誰だ。いた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 。君何者。虫と虫の関節を愛してやまないオタクかよ。リアル関節、あ、接続系アーティスト。運命の虫。目が目が怖え。ない。買ってくれるんか。
作品ってなんだ、興味ある。水殺か。へぇおなじむしの3匹か。今はいいです。なかなかファンキーなキャラだな。ファッションもまたまたこのモーモー島が騒がしくなってきそうだわ。とりあえず魚売ろう。ボックスで十分です。高く売れるやつはボックスじゃ売らないけど、魚系はねもうボックスで十分。アンチョビって預けてなかったような気がすんな。博物館行きだな。え、1万2000マジで。あ、やっぱタイは高いね。よし、さあリチャード君に住んでもらう家もできたし、ビネガーちゃんは当然いないよな。やっぱりか。まあつっても朝のまだ6時45分だからな、誰も起きてないか。たまにバーバラさんが早起きしてるんだけどな。あ、タコリーナちゃんが起きとる。おはー、さすが早起き。タコリーナちゃんどう見ても真面目系キャラだもん。こい、まだか。来た。なんだ。ん？あ、ブラックバスか。よし、じゃあ今回の、はい、動物の森の動画はこの辺で終わりたいと思います。よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。また近日中に、はい、動物の森の動画上げていきたいと思います。よかったらね、あの島に来てほしいっていう人がいたらコメントよろしくお願いします。この間ね、来ませんかっていうコメントが来てたからね。はい、よかったらお願いします。ありがとうございました。